こんばんは。いくこです。あの松潤さん、あの私に動画を作ってくださいましてありがとうございます。あ、明けましておめでとうございますえー、昨年はあの初めましてで。であの。動画を送らせていただいたら、なんかすごい喜んでいただいてありがとうございました。なんか本音をちょっとポロっと言っちゃったんで。でも、それは男性にとってはあんまり。 気づかなかったことなのかな。なんか喜んでくれてありがとうございました。ま <laughs>、私も本音で喋っちゃうタイプなんでなんか思いついたことあったら、またコメント書いちゃったりすると思います。頑張ってください。あのいっぱい世のね。男性をね。こうちょっと前向きに奮い立たして頑張らせてください。<laughs> 女子はね推しには弱いんですよあとね、まあ、めんな男の人には弱いいと思いますなので、あのー、どんどんこう行動力のある人がきっとねいいと思うんでそういう男性を育ててほしいなと思います <laughs> 私が言ってもなんだけど <laughs> うんあとねあのそうそう大統領選挙 松潤さんも好きとは好きっていうか興味があるとは思わなかったんですけどあのー、ちょうどこのペンス副大統領の話をしてくださってあの人はねどうなのかっていうことですよね。うん、私ももねいいのののななのかか悪なのか <laughs> っていうのでいろいろな動画を見たりしてるんですけどあのー、そうですね 実際はうん私が見てる情報の中ではもうすぐ辞任すると思います。なので悪者だったっていうのかな、うん、とかあと影武者かもしれないっていうのもねそういう情報もあったりして、うん、まあ世の中こう影武者っていうのはねなんかたくさんいるらしいのでその。 一部かなっていう感じで実際あのあのね小2あれの島でちょっといろいろ悪いことをしていたとかね売買をしていたとかね子供もをねとかそういう話も聞くのでその仲間の中にペンス副大統領もいたとかねそういう話も聞くしあの。 ブッシュおじいちゃんお父さんかなの葬儀の時になんかそのやらかしちゃった人たちクリントンさんとかあの辺たちにあのお手紙がこう配らられたらしいですよでそのお手紙に「お前ら覚悟しとけよ」みたいな「もう悪事はバレてるぞ」的な。 そういう手紙をなんか配られた中にペンス副大統領も含まれていたみたいなのであっち側だったのかなっていうのもあってでもなんで私もトランプ大統領はその人を身近に置いてたのかなっていうのもちょっとねうん思うんですけどまあでもそれもわからないですよね。情報聞き出すためかもししれないし うん分かんない <laughs> けどいろいろね取引があってでもなんか今日見た YouTube ね佐野美代子さんの動画見たらそこではもうすぐ辞任するじゃないかってね言われてたので変わって違う人がなるのかなとかそうあと1月6日の集会 はみんな来てててくださいって言っ言トランプ大統領がツイッターで呼びかけてるんですけどそれもその時に何か完全な証拠を出しますみたいな, <laughs> な,んかそ,んなそんな感じだったと思うのでちょっとうる覚えですいませんでもそんなツイッターがあってでもう1月6日には、まあ、日本時間で言ったらちょっと7日になっちゃうかもしれないんですけど何か大きな動きがあるかもしれないです。 うん、あとそうあのー、緊急事態宣言っていうか緊急放送世界緊急放送かそういうのもまあその頃にあるのかなとかねそういう噂もちらほらだけどそのそれでこう日にちが出ちゃった情報っていうのは何か。 ずらそれもうなんか6日にやるぞみたいななんか言ってる人もいるんですけどそうやって出ちゃうと違うかもしれないけどまあリアルなこの現実に起きてるすごいドラマを見逃すわけにはいかないぞと思って私もまあ見ててで日本のね政府の動きとかもちょっと。 あなんか緊急事態宣言出そうとしてるとか思うとその6日の,そのトランプ大統領のそのね結果が出る日選挙結果が出る日に何かが起きるから危ないから日本も緊急事態出してくるのかなとかねちょっと思ったりしてまあかんないけど。 <laughs> でもなんかいろいろあるのかもしれないですよね。そうあ,あとあとガナハさんの話ですけど、うん、私もガナハさんの動画見ましたっていうか登録してますそれでもう本当にあの危ない場所でも行っちゃうんでちょっと心配なんですけどでもそういうニュースをやってくれるところが一個もないんでもうガナハさん素晴らしいと思って。で この間その私も見たんですけど銃をあのアメリカの人たちがあの買ってるんですよねあの若い子たち用の銃をあの買いに行ってる人が多いとか言ってあとショーケースにある銃もほとんどなくて弾もね売り切れてましたよねうんだから内戦が起きるかもしれないっていうのでみんな用心して ちょっとね怖いなと思うんですけど、まあ、日本はそういうことがあるのかないと思うんですけどねだから日本人はその暴力とかじゃなくて本当にそういうのじゃなくて話し合いとかであのみんなが良くなるように、うん、してってほしいなと思うんですけどとにかくその。 トランプさんが戦ってる敵とされる人たち、うん、まあ C 国とかねそういうとことか言いますけど共産とかね言 <laughs> うんで、うん、そこもそことね戦ってると思うのでうまく事が運んでまあか あのうまくことが運ぶっていうのはもうね決まってるっていうんですけどまあ心配なんでまあそれを望んでいきたいなと思います松潤さんえっ、ー、と今年も一年よろしくお願いしますおっか塾頑張りましょう <laughs> YouTube 頑張りましょうはいありがとうございました